はい、どこ向けばメインはこっち、はい、メインで、はい、ゴーです。おっさんそれですお願いします前回ね、ちょっとね、こんな感じこんな感じでちょっと堅苦しかったんで、今回はもうおもむろにやりましょう。で、おっさん座って、はい、皆さん、あのオッサーはあんまりドラム経験はないんだけど、この間叩いてもらったらもう8ビート叩けるっすいいんじゃねえかみたいな。でもまあスリップノット叩けるまでもどんどん急いでいかないとダメなんで、はいはい、飛ばしていきます。頑張ります毎回やるウォーミングアップフレーズを教えたいと思います、はい、あ、はい、で、ホッサーの成長に合わせて変えていくんで、はい、これは音符でまず覚えてください、はい、全部で8小節フレーズです。1,2,3,4,5,2,3,4,5,2,3,4,6,2,3,4,7,2,3,4,8,2,3,4 で1フレーズ、はい、俺叩いてみるんで、はい、厳密に言うと8分音符が4小節続いていろんな叩き方をしていきます、はい、同じ8分音符で、その次が16分音符、次3連になって2小節っていう8小節なんで、はい、1&2 へのこの、うん、しっかりこれにずれないように、はい、でも遠慮しないで大きい音でしっかり叩く、はい、左スタートとかもね、いずれはやっていきたいんで、はい、今は全部右スタートでやっていきます、はい、じゃあいきます、はい、もう一回言っとこうか、はい、もう一回言っときます。今度で今度は8小節で止めません。最初に戻るか、そう、最初に戻る感じ、はい、戻り方が3連から8分音符に戻ってくるんで、はい、難しいけど、はい、頑張れ。頑張ります、はい途中錯乱しましたね。錯乱したちょっとあーってなりましたこのウォーミングアップフレーズ、皆さんこれいろんな叩き方をしていくんで、とりあえず音形はこの8小節みんなも覚えてもらってアップデートしていきます、叩き方とかを、はい、勝手に俺強弱ついてたの、はい、分かったでしょ、はい、うん、はい、最初のアップデートしとこうかなと思います、はい、同じ手でダブルで、ダブルストロークではないんだけど、こう一つのアームの動きでみんな叩くことをダブルストローク、定義はでも今叩いたのはジュースに2打連続して叩いただけ、ダブルストロークじゃないです。ダブルストロークとか今日どうでもいいんですタン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 いいタン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 のやつを強弱をつけます。一番最初、はい、タンタンなんだけど、ちっちゃい音を先にタン、そうです、なるべくちっちゃい大きいをしっかり表現してください、はい、握り方とかなんかいろいろストロークの名前あるんだけど、はい、まずはどうでもいいんで、はい、今度2小節目は強い弱いです。タン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 タ
よかった。いや、そんな表現できないんだけどね、最初ね。あ、そういうもんですね。どうしたもん。ありがとうございます。この2小節だけ連続していきます。はい。混乱してるけど集中、はい、よく集中してると思います、はい、ちゃんと表現できてるんで、はい、いいと思います。これ、はい、アクセントって言うんだけど、はい、最も重要かもしれないです。ドラム叩くドラムにおいて、そうアクセント、はい、うん、ちょっと早くしてやってみます、はい、だいぶ早いこれでやってみます、はい、難しいね、これぐらい出てくるとコントロール力が必要になってくるね、はいはい、うん、叩き方とかがちょっといろいろあんだわ、はい、弱いショット打つというよりはスタートが低くからトンって叩いて次の強いショットに備えて、はい、覚えなくていい、まずは覚えなくていい、アップストロークと言います、はい、これで次の強いショットがダウンストロークと、でもダウンも打った瞬間止める、いいですね、ブルルルってなる、ブルルルってなる、ブルルルってなるんだよそれここで止めるときはいつも力が入ってる、リバウンドをこうボーンって跳ねさせるんじゃなくて跳ねさすんじゃなくてここで止めて次に弱い、そう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 、いいじゃんいいじゃん、一回ドンと叩いて、はい、この時に今なんかまっすぐ抜いてまっすぐ入れる、ここもまっすぐ抜いてまっすぐ、まっすぐ抜いてまっすぐ、まっすぐ抜いてまっすぐ、ここに俺がいつもこうスティックを置いてる残像を残しておいて、そうですね、目に焼き付けて、そうまっすぐ開けてまっすぐ抜く、まっすぐ抜く、まっすぐ抜く、はい、そうです、これ何の練習かというと、これグリップなの、グリップがちゃんと支点ができてればまっすぐ抜けるの、グリップがちゃんと握れてないと叩いた後もバンとバンとこっちに逃げたりとかするんで、これ自然にグリップがめちゃめちゃ良くなります、普通にうめえじゃねえか教えがいがないあるあるある、左足なんとなく音だらさなくていいんだよ、こう足を上げなくていい、今ね足上げようとしたらこういう風になったんで、これ良くないんで、はい、違う状態状態、足上げようと思ったらこうなったんで、こうなってならないで足そのままつま先つけたまま、そう状態はそのまま、体幹は真ん中に残してタン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 、左足を最初からもう動かす訓練をしておきましょう、はい、まあ、俺みたいにこう鳴らさなくていいんで、はい、もう2小節同じ8分音符なんで、ここまでやっとこうと思います、もう交互です、次はターンターン、基本はこれです、もう交互交互打ちのことをオルタネートっていうらしい、はいはい、オルタネート知ってんの、ギターで、あれそうだ、ギターもオルタネート、ズク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 何弾ける、何弾けるか何が弾ける、おこがましくて弾けるとはみたいなところがありますね今度聞かせて、あ、もうぜひ持ってきて、あ、わかりました、みんなにも聞かせてください、基本的にはタン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 なんだけど、アクセントつけさせて、タンタン、強い弱い強い弱い強い弱い
強い弱い一生先生やったら、はい、逆、はい、弱い強い弱い強い一緒にゆっくりやってみる、はい、ダンダンダン繋げます。はい受けるポイントは何個かあったよね、はい、今日これ常に意識してください、はい、あと左足も俺見てたけど、はい、ちゃんと動かせてるんで素敵です。 ありがとうございます。左足を動かす癖をちょっとついとると後々楽なんで、はい、強い弱いをしっかり練習しますから。はい、っていう感じで、大下くん、はい、すごい上手なんで、もういきなりアクセント入れる。なんかドラムをやってる人からしたら、もうそこやるのって多分感じなんです。あ、そうなんですね。やった感を出すためにね、大体ね、8ビートからやる。ああ。それが叩けるんで、この練習してからまた8ビート戻ってくる。そしたら、え、すごい叩くんですけど、みたいなのがちょっと出てくると思います。はい、端分音符におけるアクセント、いろんなアクセントを入れるのを、やってみました。オッサーは家で時間の許す限り動画撮っててね、はい、お願いしてるんで、サボってると動画でるすぐバレる、ね、そうですね、数が極端に少ないとそうだよ、ね、そうそう、この練習をクリック、はい、無料の方が、はい、iPhone でも撮れるんで、撮ってやってもらって、はい、どん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 アップデートしていくんで、はい、まずはここです。はい、次は16音符をやります。オッサーも頑張ってね。はい、はい、頑張ります。やらないと俺も本気で教えるんだよ、はい、早々に足の練習しないとやばいよ。やばいですよね。じゃあ皆さん、今日はこんな感じで終わっておきます。次は16ボンプやります。お疲れ様でした。頑張ります。相手を振りまで頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。今日どうでした。今日いや結構やるべしんだな。そうシンプルなフレーズだったんですけど、やっぱ意識することが多くて、途中僕もなんかってなりながらやってしまうところとかあったんですけど、でもできてるよ、できてるよ、うん、できてるよ、なんかもうすげえ1年後、スリップの人になってやばいですよ。ここでつまずいてるわけにはいかないというか完璧にしていきたいと思います。はい、頑張ります。